なんで今回の新打ちは新基準機を改めて打っていきたいと。やります、需要やります、初打ちでございます。あ、いいねこれ。引いた方がいくんじゃないのか、おい、引いた方がいいんじゃないのか、ここつくんじゃないの。大丈夫大丈夫大丈夫、何も引いてないよ。いくよいくよ。出てこなくてさ、3回当ててんのにさ、これ無理なやつでしょ、どうやっても無理なやつだよ。あ、だけどなんかちょっとなんかこれはいい、いいやつじゃないどうなのこれはいいやつじゃないいやー、まあまあ当たるのかな、足りてなくても。これはゴリラチャンス、ゴリラの時は何を狙うの、やっぱダチョウかな。ダメだよね。おお、だけどマング、あー、引っ込んじゃったよ。で、引っ込むのもマングは熱いからね。ダメじゃん、デメ的にダメじゃん。おお、チャンス目か。あ、ここちょっと2回欲しいね、ここを狙うと。ダメだこれ、あかん。無理だって、無理だって。お前4分の1ぐらいかな、チャンネルの時の。ボーナスの55ゲーム目。お、これはいいんじゃねえか、ちょっとこれはちょっと1枚取っときたい勢いあるよね。ね、えい、これボーナスでしょ。強気の赤のなのな。カバ、カバ以外だったら熱いよ。シマウマなんだ、法則崩れ。そしてマングからの
払い出しがないんで、おそらくボーナスです。あでした。ならではっていうかさ、偏りすぎやろ。
あ、熱い。これは熱いじゃん。この出目は多分なんか入ってる。もう揃えちゃうよ。イエーイ、4回目のチャンネルで同時当選。3回は抽選してるチャンスを。総投資16本、総投資16本。4回しか、そんなもんなのか、もうちょっと来るのか、どうなの。一応2回当ててるから、3分の1以上は当てておるから。あ、ダメだよ、ダメだよ、ダメだよ。50% で当てたところ組んでもらっていいっすかね。赤赤赤だって、赤。これは潜っておるんじゃないか。さっきそのボーナスの前に3回引いたチャンネルで一発ぐらい潜ってんじゃないか。はい、だけど夜ステージは全長ステージみたいですね。はい、チャンスが11ゲーム。まずは2発だったね。違うぞ。あと、いつもが、いつもと相手が違うぞ。 25% からスタートしておる。ここはちょっと肩の力抜いてね、いわゆる力んでもしょうがないからさ。リズムだよ、大事なのはリズムだよ。欲しいな。さっきクラッシュで外したから左手の小指でいきます。これ多分50%ないですから。いいですか。
ないんですけど、マジで本当に。
ざっくりチャンス目4分の1に近い数字なら頑張るみたいなやり方でいいのかなとは思いました。なかなかこれ通常から降格上がるときに準備っていうところがあるんで、夕方背景で引いたものは降格って判断していいんですけど、それ以外に関しては分かんないじゃないですか。だからチャンス目を100分の1のチャンス目を何回引いて何回当たった、 2,3 回ストレスなく当たってるようだったらちょっと頑張ってみる。ただ今僕の投資が間もなく2万円なんですけど、なんで2万円負けてるかっていうと、引いたイーストバトルチャンスゾーン一歩もものにできてないので、10%、40%、50%、50%って外してるから、じゃあ果たしてじゃあそこを指してたら前負けがどうなってたのかっていうのはまた分かんないところで、まあ印象としてはどちらかというとやれてない部類に入ってるのかなっていうところで、2万円っていうところではこの中央はやれる台なのかなっていう印象です。一応今、打ち始めて3時間、もう間もなく4時間ぐらいなんですけど、当たるところ6は 25% で当たるって話なんで、やっぱりボーナス軽い、少しでも軽い、ちゃんとすごい引いてるの全然当たらないのはどうなのかな。
性ある。その前にボーナスの 20%。 あ、 20%、 5分の1とかまあまあ当たんないよ。まあまあ当たんないよ。そうじゃねえ、まあ、なんで平原に戻んだよ。お、あれ怪しいくらい熱いよ、怪しい。よしよしよし、まだ続いてるよ、まだ続いてる、まだ続いてる。逆にこれは続いてるから戻ったお、戻って続いてるの熱いんじゃないかな。どうかな、ほら戻って続いてるの熱いんじゃないかな。それで最初のチャンネルからこれ20ゲーム目のリールショット、これ超初めての試みだね。カバにとって初めての試みですよ。ほらね、やった、やったの。あ、2回目のチャンネルでヒットしてるの。2回目のチャンネルから12ゲーム目だ。それで俺まだ4回やって、違う、5回 10% 外して 40% して 50% して 50% して 25% 5回スルーしてるからさ、ちょっと期待できないこいつでしょ。どうしていいか分かんない。で、こう、これ多分当たるの。やったよ、俺バカザヤット、ほんとほんとにさ、何なの。3万8000円552円、少しやったのかな。やっと来たよ。何時だと思ってんだよ、2時半だっちゅう。ちょっとボーナスここで貯めてた5分の1を吐き出しても、やってございません。これちょっとリーチだ。ラスト1ゲームにしてリーチだ。この9万約何分の1ぐらい？ 5 分の1ぐらい？ 5 分の1ぐらい。もうダメ、おいおい、もう、あーもう、お、黒ひょう弱そうじゃね、黒ひょう弱そうじゃね。黒ひょう、いや強そうだな。ナビとか出しちゃダメだから。ナビとか出しちゃダメだから。いいよ。ナビ出ないよ。ライオンは強いよ、ライオンは。
ほら、やったよ。よし、もう30だろ。お、なんかちょっとやれそうな気がするぞ。白なりにあれだよ、分かったぞ。やっと打ち始めて4時間でルールが分かった、ね、開かねえな。中央が開かないこととかあるんだな。そうですね。じゃあ5万円使ったらやめていいかな。ボーナス間で999が天井で今770円。あ、これね、これね、今794。ああ、なるほど。じゃあ、あと1万円使えば、投資4万円。むしろそれを目指した時点でもう負け組だよ。というか、目指せるし、この台を。ちょっと俺、やる気になってきた。そうすると、サミー特有のボーナス連打が期待できるっていう話だよ。優しいね。ボーナス感999が天井なんだ。優しいね。これだから来ますから、ね、皆さん注目してくださいよ。今812なんですけど、これが999に近づけば近づくほどレア役降格に入ります。いいですか。チャンス目が多分10ゲームに3回とか出てきますから、もっと言うと50ゲームで6回ぐらい引きますから、それをいかにやり過ごすかっていう戦いになってきます。収録だとやっぱその番組に応じたコンセプトっていうのが決まっててさ、そのコンセプトを全うすることが仕事なわけだよ。そういうコンセプトなく自由に動いていいんであれば、まあ5万円負けないですよ。悲しみの右リール下段ダチョウとか止まるんだよ。おお、セーフ。これ9万や。おお、セーフ。あー、まだわかんない。おお、セーフ。からの、あ、悲しみの、悲しみのキリン柄。はい、842円増えますか。投資が42,000円。
さ。意味不明な。ああ、だいぶしたよ。
お疲れ様でございました。12分に時間を経過させましたんでやめたいと思います。できなかったのはどうやってこう出玉を伸ばすのかっていうのはちょっと残念ながら体感できませんでした。まあしょうがないと思います。はい、という感じでありがとうございました。お疲れ様でございました。はい、お疲れ様でございました。やられましたね。4万2000円、5万円までやろうと思ってやったんですけども、4万2000円負けで済んだと。で、結構おそらく前半戦は初打ちみたいな感じでふわふわした感じでやってますけども、序盤過ぎて中盤行く頃にはもう、ああそういう台なんだなっていうのは把握して、で、チャンス目からのそのビーストバトル、要はチャンスゾーン当選率に大きな設定差があると。で、まあ結果的に僕の台は2以上は出てると思い、出ましたけど、まあ2なのかなと。だから、まあ、まんまとやられましたね。松見奈々を今日は外されたと。土曜日ですごい人が集まるというところではあえての松見奈々外しをやられて、だから僕のルード台非常に強かったですね。左も負けはしてますけどマイナス400枚ぐらいですし、右はずっとなんかやってますし、その右も強かったし、だから非常に悔いの残るというか、どうして松見奈々が愛してたんだと、俺が入場した時に。もうそれが敗因ですよね。で、まあ、あとは全く縦横自体が開かなかったっていうところではもう手にならないというか、もう負けるべくして負けたいう感じですよね。ただ、チャンスゾーン自体僕やれてなかったので5回6回やって1回かな、であれを、まあ、たられば禁物ですけど、もうあと2回ずつやってたら42本負けっていうのがまた全然変わった展開になってるって考えると、新しい銃を全然打てる台なんだなっていう、その手応えをつかんだっていうのはすごく収穫でございましたね。はい、で結構ホールデータ見ても甘く動いてるっていうことなんで、ちょっとサラリーマン番長であり、絆であり、マドカであり、凱旋ハーデスであり、そして番長3でありに続く、ちょっとラインナップ、僕のラインナップに入れても入れないとダメだなっていう気はしましたね。で、まあキング結構今日は16-16みたいな、16というか26-26みたいな雰囲気かな。番長3とかサラリーマン番長も全然人変わってなかったんで、でも本当に5万とかやられた台だけが空いてるっていう状況だったんで、まあ相変わらずのですね。はい、ちょっと次回10王リベンジとかしちゃダメだよね。そういうことするとね、動けなくなるんだよね。本当にさ、動けなくなるのがもうさ、で新打ち機種特化型だからさ、その機種だけでしか動けないじゃん。悔しいよ、だから苦しいよ、悔しくて苦しくて悔しいよ。本当にさ、積もんだけもう話にならないっていう。だからピンポイントで積もんないと、初っ端からだから苦しいよね。最近その辛さを身をもって体感してるよね。だから引きで出すしかないみたいな感じになってんじゃん、ぐらいかな。中央、右打ちが熱いってこと分かったんで、ぜひともやってみてください。ダチョウ狙いね。はい、いう感じでまた次回でございます。お疲れ様でした。ありがとうございました。お願いします。告白する時も、あーデートの時も、喧嘩の時も、ごめん仲直りした時も、いつでもどこでもジャンバリ新着アプリ。